それでは、ローマ人への手紙の2章を開いてください。ローマ人への手紙の2章ですで。私たちの聖書通読の学びが、ローマ1章ですね。前回、1章の最後まで学びましたが、えー、今朝ですね、えー、2章を1節ずつするのではなくて、この2章の5節ですね。ここに注目して、で来週、 その2章の前半と後半を一節ずつ見ていきたいと思っています。五節をご覧ください。あなたはカくなで悔い改める心がないために神の正しい裁きが現れる身怒りの日の怒りを自分のために蓄えています。えー、パオロは ローマ人に手紙を書くにあたって、神の福音、良き知らせを、良い知らせを伝えたいと言っていました。良い知らせですね。で、それが、そこの福音に、この神の正しさが、義が現れていて、その義は信仰によって始まると、私たちは見ていきました。イエス・キリストを信じる信仰によって、 神から与えられる義私たちの行いではなくて、神が恵みによって与えてくださる義について見ていきました。ところが人々はこのことを拒むんですね。で、拒む理由がですね、その理屈や言い訳がいろいろあるんですけれども、まあ結局自分が救われる必要が ないと感じているわけなんです。そこでパウロは、一章の十八節から、それぞれの、その、ま、言い訳を取り組んでいるっていうか、あの、取り扱っていて、すべての人が罪を犯していて、救いが必要であるということ、これを三章の、え前半までで、話しているんですね。二十節でね。 この,はなあのまでに話しているんですねでですねまず前回は見ていったところは神は教えられてないし知らないこのような言い訳だったんです、まあ、これ本当に日本のい,いわゆる異教の文化の中にいたら必ずそう感じるこのものなんですね キリスト教の神について教えられていないんだから、えー、特に、あのー、関係ないじゃないですか、えー、このように、えー、こういう反応が出てくるわけですけれどもはっきりと神がおられることは現れていて被造物を通して現れていて、えーあのー、もう知っているんだということをねパウロは話しましたで罪の根源が何かとたら神を神として崇めていないつまり神を 神として認めていない。私は自分で生きているとか、自分で善悪の判断ができるとか、ですね。こうやって、えー、やっていく中で、えー、感謝の心が生まれず、で、感謝の心が生まれないと、今度は心が、えっと、思いが虚し、えっと、暗くなって虚しくなって、結局、偶像礼拝っていうんですかその神ではないものを神として拝むようになってって、で、そこから、 このあらゆる不義とかむさぼりが出てくるんだよということを見ていきました、まあ、イスラエルのためも結局同じなんですよね、今の聖書通読のひとときで、私たち新明記を見てますけれども、そこで、この神様が警告していたのは、約束の地に入って豊かにされたときに、私を忘れることがないようにしなさいとこう言われたんですよね。 で、この恵みを受けている。本当に素晴らしさを受けているがゆえにですね、帰って、え、神を忘れていき、この苦しい時には、試練の時には、神を、え、本当に求めなければいけない。ここに神がいる。だから、マナーが与えられたら、あ、本当に神がいるって、こう、ね、砂漠のところで何の害も受けていないって言ったら、あの、本当に感謝できるんですけれども、いつも恵まれていると、感謝がむしろなくなっていく。 で結局、イスラエルの歴史というのは、あの、不義とか、この、なんかやってはいけないことを貪るようになっていって、いろんなこう不正が起こっていって、偶像礼拝を行っていって、えそして子供をですね、あの、えー、この生まれてきた子供を火の中に通すんですよ。神々に捧げるって言ってですね、カナン人がやっていたことを行って、行い始めてそ、それで裁かれていったんですね。で、結局同じ道を、えー、たどっていった。で、こういう、もあの、 なんですかねあの、まあ、これ、イスラエルの場合はもう神を教えられていたんですけども、神を知らないと言っている人たちも、実は神を知っていて、それを拒んでいるがゆえに、いろんな不義、悪、むさぼりを、えー、不義や悪をむさぼるようになっていったということで、で、最後のところで、そういうことを行っているし、で、同意もしているって話が出てきたんですね。その、やっていることを、自分は、 あの、やっていなかったとしても、喜んで見ているし、行な、あの、見ているわけなんですね。それもエンターテインメントの世界でよく起こっている話もさせていただきました。で、こうやって、あの、表向きは綺麗に見せているんですけれども、まあ、実はその上塗りをしているだけで、あの、どん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 その、えー、この罪の部分というのは、まあ、闇の中に入っていってしまうという話もさせていただきました。ですね。 で、こうやって、えー、見ていく中で、この二章はですね、自分自身のことではないと考えていく、自分のこととして見ていかない姿に対して、パウロは語り始めるんです。自分はそれほど悪くない。 良い人間ですか悪い人間ですかと問われたら、まあ、まあ、ちゃんとやってきたんじゃないですか良い人間の方に自分を入れる。人間的には正しい生活、一定の道徳の基準に沿った生活をしていると思うわけですけれども、こういう、まあ、 比較的って言ったらいいですね。比較的って言葉を使わせていただきますが、比較的正しいと自分で思っている生活をしていることがですね、福音にとっては一番やばいかもしれません。これすごく単純に考えるといいと思います。神が正しいお方で、ということが福音には掲示されていると言ってますよね。 なのに自分が正しいとするわけです。神が正しいと言ってるときに、いや、私正しいよって言ったらどうなります敵対してるんですよ、神。反抗してるんですよ。で、これが、福音には、えー、本当に大きな妨げになって、それで裁かれるっていうことになっていくんですね。今日はその話をします。で、はじめにね、あなたは、カタなで、 悔い改める心がないためにってこう言ってるんですが何をもって固くなこの硬くなってるか意固地になってるかというと手前の四節を見るとわかるんですねそれとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことも知らないでその豊かな慈しみと忍耐と寛容を か論んじているのですかということですね。罪を犯す者たちに対して神は忍耐深くあられるんです。早まって裁くことはなされないんです。慈しみ深いお方で、そしてその慈しみ深さに触れられた人たちが悔い改めへと 導かれる、思いを直して、自分の行いも直していくということに、え、導かれるわけなんです。私たちが悔い改める必要がある。これ聖書にね、もう悔い改めなさい、そして福音を信じなさいって書いてますから、悔い改める必要あるんですけども、悔い改めと聞くと、厳しく対処することによって、人々が恐れをなして、え、この改めると思いがちです。 こんな悪いことを行っているのは、対処が甘すぎるからだと。このように、えこのお、思ってしまうんですね。懲らしめないといけないです、ねはえー。本当にその通りか。考える必要があります。まあ、あのパサチャックあの、牧者チャック・スミスのですね、話なんですけれども、 ある、この姉妹がですね、このクリスチャンが、の女性が、涙を持って、まあな、悩みを打ち明けたんですね。それがね、旦那さんが家から出て行って、他の女のところに行ってしまったっていう話なんです。で、他の牧師さんが、その家に行ったんですね。その同棲してる家に行って、で、神の裁きがこのままでは下るというような話を、まあ、したんですよね。 でますます彼は態度を硬直化させて、怒って追い出したそうなんです。で、このチャックが呼ばれるわけですね。こう難しいね、この役割ね。で、行ったんですよ。したら彼は予期せぬことを自分で行ってしまったんですが、黙っていて、自分でもわからないんだけども泣いてしまったそうなんです。で、泣いてしまって、 何も言わずに出て行っちゃったんです。俺何やりに行ったんだろうと <laughs>、えー、自分でも後悔をしつつ出て行ったんです。そしたら、その男性は、その罪を犯している女と離れて奥さんのところに戻ってきたそうなんです。人が悔い改めるのは、 神の慈しみ深さを知るからなんです。人が心から変えられるのは神のご自愛に触れるからなんです。イエス様が涙を流してご自分の足のところに切力していた不道徳な女に対して 何て言われましたなえっ、ー、と、ルカの7章の47節この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから。私、今こ、ここのね、話っていつも感動するんです。これから話しますが、人があのこの持っている正しさの物差しとですね、実際に行っていることって違うんですよ。 彼女はイエス様の足を涙を流してそれで髪の毛で拭いてこあの油を垂らしてですねでこれちょっと私たちの習慣にないからねあんまりわからないかもしれませんけれどもこれはねもうひれ伏す恋なんですよお客さんをも,もてなす恋なんですよで,す、ね、でもその格,格好からしてですねもう不道徳な女あのもう いわゆる、えー、と他の男といろいろき合ってる女であることははっきりしてるんですね。で、そこにはパリサイ派のシモンなんですけども、で彼は、まあ、彼女は不道徳な女なのに、予言者だったらもう分かってるはずなのにってこう心の中で思っていたわけですけども、彼はイエス様の足を洗ってなかったんです。これ、客をもてなすときに失礼な行為なんですよ。あの今は分かんないけど。 こういうことってありません、ね、正しいんだけれども、正しくないんですよ。見分かりますほ、あの、やってないんですよ。その、正しい行いをしていない。でも、正しく見えるんです。で、私たちが生きてる社会っていうのは、正しく見えるのに、実際はやっていないっていうことが非常にたくさんあります。けれども、わ、これ悪い、悪いよねって見えてるところで、正しい行いっていうのも結構あるんです。で、これがこの女。 許されたから、多く愛されたから、彼女は自分で意識してないですよね、ここで。自分で何か正しいことをしようってしてないですよ。あ、イエス様の足が現れてないから、だからこれを、なんてやってないですよ。ただただ、イエス様が許してくださり、受け入れてくださったことを喜んで、正しい行いを行っているんですね。正しい行いを行っているんですよ。 多く愛したそれは多く愛されているから、まあ、このイエスも逆の言い方してますけれどもね多くの罪を許されています彼女は多くを愛したからこうやって慈しみ深さがあるから人は悔い改めることができますしかし自分が正しいさっきの話戻りますね自分が 他人事のようにこういう話を見ているときに、ときにそれでも悔い改めようとしない問題が自分を正しいとしている心そのもので、福音書を見るとよくわかるんですが、イエス様が非常に厳しく語られているのは、自分が、人々には正しいと見られている パリサイ派や、立法学者なんですね。そして、やばい人たちが、主税人、主税人ってね、私たちにねあんまりイメとジ、えっとわかもう、今で言うと、あれですよ、サラ金とか、闇金とかですね、そっち系ですよ。まあ、あの、闇金ではないね、そっち非合法だからね、サラ金の方だね。あのー、 だってローマから託されてやってるわけだから、でそこで猫ばは,そっ,ちはそっちはあれかな、思いっきり猫ばばしてるんだけど、で友情です、友情ね、そういう人にね、厳しくないんですよ。で、この逆説的なことが起こっていて、これ日本人が読むと、方眼美意きって言うんですか、なんか弱い者の,の見方でこのなんかこう、強い人に厳しいって、そういう話じゃないんです。そういう話じゃないんです。 そういう話じゃないのは、例えば、会員の現場で捕らえられた女に対して、罪のないものが石を打ちなさいって言ってね、石を打つってことね、やめなさいって言ってないんですよ。罪のない者が打ちなさいってこう言ったんですで。打たなきゃいけない存在なんだから、罪をもっと厳しく見ておられる。これからもっと詳しく話します。パリサイ派でとてですね、実は誤魔化してる部分があったんです。もう自分がだって罪を犯してるのに、 心でで罪を犯してるとかですねだけどその、すごい正義感に燃えてるわけですよ。で、自分を正しいとする義自己議任というのが、この福音を本当に受け入れなくさせちゃうんですね。これが問題なんです。 これ本当に逆説的だから、この福音って、この神の義の啓示ってね、福音はそうだって言ってるでしょ。神の義っていうのがね、これすごく逆説的に聞こえるんですよ。人間っていうのは何とかして自分が正しくあろうと願ってますから、ですね。願ってるから、あの、神のみが義なんだっていうのがね、これがね、どうしても受け入れられないんですよ。で、それで起こってくる問題があります。イエス様はたとえを、 宗教指導者たちに語られました。ある人に息子が二人いて、弟息子にどう園に行って働いてくれと言ったんですが、行きたかりませんって言ったんです。ところが、後で思い直して出かけてきました。この兄息子に同じようにね、行きますお父さんって。彼はしっかりと行きますお父さんって言ったんです。ところが、やらなかったんです。 えどっちが正しいですかと言ったら弟の息子の方でしょそれもパリサイ派の人たちあの宗教学者あの宗教者たちは答えた遊女や主税人は神の国に入ったけれどもあなたたちが入れないのはこれが理由だということをイエス様がおっしゃったんですやだよっていう生活してるわけじゃないししてるわけじゃないですか彼らは 悔い改めたんです。今正しい国内やってるんです。けれども、パリサイ派や立法学者は、自分たちはやっているって、神の命じられたことをやっているって言ってる、実は行っていないという問題があって、自分が正しいとしているために、この神様の慈しみに触れることがないという問題を話しています。 これ、もっと卑近な例で、えー、こう話しますとですね、あの、これよくある話じゃないですか。自分に病があると認めたときに、その病は90%治っているようなもんだって。よく言われますよね。あの、病院に行くのは自分がやばいなって思っているときじゃないですか。で、この病があると分かったら、もう治療のほとんど終わってるっていうか、ね。よく言われますよね。 これと似ています。ないと言っているときに、その治療をしようとしているのに、神が、イエス様が治療をしようとしているのに、それを拒んでいっていくわけなんです。だから何度も言いますけれども、前回も話しましたが、神の裁きの性質がね、ちょっとね、こう皆さんね、パラダイムシフトというかね、イメ,イメチェンをしてほしいんですよ。イメージチェンジを、ねで。それが、あの、何かって言ったら、あの、 閻魔マ大王みたいなさなんかちょっとあのちょっとなんかあの神道なのあれ仏教のどっちだっけ仏教か <laughs> だけどあとは頑固やじみたいななんかちょっと悪いことやったらめえでてんバーンとかみたいなねこれ読むとなんかそう感じる時ってあるじゃないですかそうじゃないんですよ自分が一番尊いものを良いものを拒み続けて 自分で自分の首を絞めているというところに神の裁きの現れがあるんだということなんですねイエス様の言葉を聞きイエス様の証しを見ているたびに自分が拒んでいくと心が硬くなっていきますヨハネの福音書で ええとですね、これどこだったっけな ?12 章かな ?12 章ですね。イエスはこれほど多くの印を彼らの目の前で行われて、行われたのに、イエスは彼らを信じなかったってあります。ね、これだけ大きなことを行われているのに、信じなかったってこう言ってるんです。ところがその後で、彼らはイエスを信じることができなかったのであるって書いてあるんです。 イエスを信じない、信じない、信じない。この多くの慈しみとかそのイエス様の素晴らしさを見ていって、信じないということを行っていくと、ついに心が無感覚になって、それで、えーえー、信、信じられなくなっちゃうんです。今、ギターを弾いている、えー、兄弟姉妹、ここにいますよね。えー、もう、賛美もやってくれてるし、 あとは自分で弾いてる人もいるかもしれませんが、あとでその弾いてる人の、まあ今ちょっとねコロナがあれだからね、あれなんだけど、手を触ってみてくださいってね、<laughs> あの言ったり、指を触ってみてください。硬くなってますよね。それね、いこ,ここの、ここの場合はいい、いい、いいことなんですよ。で、硬くないと痛くてやってられない弦が。抑えられないです。でも何度も何度も押すことによって、硬くなっていくから、 その痛みを感じないで弦をしっかりと押すことができるようになる。これはそうですよね。もう本当にギター弾いてる人は、あのもううなずいてくれると思います。で、これはね、いいことなんですよ、これは。けれども、霊的にこれ、心で行うと、やばいことになります。神の声を聞いているたびに、その拒んでいくと、今度その拒んだ心が硬くなっているので、もはや神の素晴らしさが、 分からなくなくってしまうんです、すで、えー、先ほど、えー、この詩篇の購読をしましたが、これがヘブルの3章の7節で引用されていて、今日、今日、もし見声を聞くなら、あなた方の心をかたくなにしてはならないと言ってます。自分の両親に見声が聞こえます。それに応答するという癖をですね、皆さん身につけてください。応答するんです。 その時にすぐに反応するのみならず応答する。わかります反応と応答の違いわかりますああ、よかったっていうのが反応です。よかったって言って何もその後変えなかったらそれ応答してないんですよ。すね、応答というのはよく考えて、かみしめて、そして自分の行動に影響を与えるほどこのえ当てはめていくわけなんですで。実際に変わっていくんですね。でここまで していく必要があるで、そのね、神が語られたらね、応答すると、こうすごいんですよ、神様の素晴らしさ、慈しみがね、こう流れ、溢れて、量循環になっていくんですよね。あの温泉入るとさ、あの皆さん、綺麗でしょ、こう結構きれいだけど、あれ、結構同じお湯がずっと流れてね、こうやってやってるわけじゃないですか、循環して。 で、そういう感じで、神様の素晴らしさが、慈しみが、まあ、あの、神様の慈しみはね、これ循環しないけどね、こうやってね、こうじゃなくて、まあでも、ス様の血のフィルターっていうなんかフィルターがあって、あの、循環してるっていう理由に言うかもしれないけど、神様、無人像に慈しみを持ってますから、泉のように、綺麗なものが流れるんですね。こう言ってます。イザヤ書の55章の6節と7節主を求めよ。お会いできる間に、呼び求めよ。近くにおられるうちに。 悪しき者は自分の道を、不法者は自分の計りごとを捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ。豊かに許してくださるから。わかります応答すると、神様の憐れみが、もうブワーってやってくるんです。神様の許しっていうのは、お前こんな悪いことやってるねってね、言ってね、じゃちょっとこっち許してあげるから。あとね、 残った9割は、までね、許してないから。頑張るよって。で、こう言うんじゃない。<え>今まで例えば、100人の人を殺したという極悪人がいるとします。で、神の前に出て、もう許しくださいってこう言ったときに、全部許してくれるんです。一人分を許すから99人まだだからって、そうやらない。 神様はこうやって許しを与えるゆ、恵み豊か、もう哀れみに豊かなお方なんですね。そして今ここで、この本文に戻りますと、えー、神、えですね、えっ、ー、と、五節ですね。神の正しい裁きが現れる。身怒りの日がの怒りとあります。正しい裁きがあるわけです。で、バールはここで話している、神の 正しさっていうのがどういう正しさかっていうと隠れたことをも裁くことのできる裁きなんです16節2章の16節見てください私の福音によれば神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠された事柄を裁かれるその日に行われるのです隠れたことも裁くことができる裁きなんです 人はどうしても表面的に見た目に基づいてのみ裁くんです。まあ、裁判制度ってね、とってもそれを努力をしているんですよね。それは、裏、あの、証拠がないとダメだと、ね。で、証人がいないとダメ。証拠がないと、それはと疑わしきは罰せずっていう言葉がありますよね。あの、罰することができないというね、 もう本当に客観的な事実に基づかなきゃいけない。で、報道もね、裏取りっていうのをやるんですよ、必ず。その伝聞はまずい。伝聞やったらアウトなんですよね。報道しちゃいけないんですよね。必ず裏を取るわけです。ですね。で、こうやって、なるべく判断に誤りがないようにするんですが、それでもやっぱりダメなんですよ。普通にやってる時はなおさらのこと。表面的で見た目に、 基づいているわけなんです。なので、パウロは2章では、他の人を裁くことの問題を取り上げているんですが、何かというと、自分自身が同じことを行っているのに、自分は行っていないと自分自身を欺いていることなんです。状況をちょこっと変えると、まさに自分がそれを行っているということ、よくありますね。 ま、聖書の中では有名なのはダビデなんですが、バテシバと会員の罪を犯した後にウリアを、この夫のウリアを殺したっていう罪を犯したんですが、友人であり預言者のナタンが出てきて、そして、金持ちの人が、えー、貧しい一匹のメヒ,メヒツジしか飼っていない人から、お客さんが来た、自分の家にお客さんが来たからって、それを奪い取って、その羊をほふったということで、ダビデは死刑だ、こんな男はってこう怒ったんです。 あなたはその男ですと、ナタンは言ったんです。状況を変えると、まさに自分がそれを行っているということはね、よくやってます。息を吐くようにやってると私は感じています、自分自身。えー、それはですね、私が信仰を持つきっかけになったのが、三浦矢子さんの、光あるうちにっていう小説なんですが、 このね、光あるうちにっていう小説は、小説じゃないですね。これはね、エッセイですね。エッセイ集です。主婦の友に連載されたものを、えー、この、集めたんです。主婦の友ですからね、えー、おばさんっていうか、女の人たちの、奥様方の、えー、井戸端会議の話が出てくるんです。でそこで、えー、近所の、えー、知り合いの、えー、その人たちがねあの、共通、女、女性たちの共通の人が、あの人、 不倫しててるんだってよいやーねけがらわしいわねーってこう話してるであんまり時を経ないのに自分自身が好きな男の人ができて自分の旦那さん以外の好きな男愛って素晴らしいわってこう言ってるんですねこの2つこの物差しが自分に対する物差しと他の人に対する物差しがずれていること自体が 人間のあからさまな罪の姿だと、三浦恵子さんは論じるわけで、もう、もう <laughs>、罪がね、今まではね、罪ってもういつもこのキリスト教って言うから嫌だなと思ったら、なんだ、息吐くようにやってるじゃんって。<laughs> 私も分かったんですね、それがきっかけで。私たち人間っていうのは、絶えず、 他の人と比べて自分がどれだけ正しいかどうかっていうことを、うん、あの、こう決めていますね。他の人よりも自分が正しいかどうか、社会的には正しいかどうかっていうことね。これをやっていく中で、自分自身には都合の良いように、いつの間にか変えてるんですよ。なので、神はそこを超えてらっしゃる。ということで、裁きが正しいんです。 イエス様が目視録で現れるときに、ヨハネに現れたときに、その目は燃える火のようであったっていうことです。そういうふうに幻の中に書いてある。燃える日っていうのはつまりは、もう全部焼き尽くすかのように、すべての心の、この本当にすべてを見ておられると。心のみならず、もうこの隠れてること全部があ、この明らかにすることのできる目、判断を持って、 おられる。公平に裁くことができるわけなんです。上辺で裁かないっていうことです。イエス様は、えー、ユダヤ人たちにこう言われました、ヨハネの7章の24節で、上辺で人を裁かないで、正しい裁きをしなさいと。どうしてもエコ引き入っちゃいます。どうしてもね、心で人を差別してしまってます。私たちは。印象。あれでしょあの、信玄にも、えっと、初めに訴えた人が、 正しいと思うっていう言葉があるんだよね。これよくあるでしょ。でね、これね、後に戻すのって難しい難しい。実はそうではなかったっていうね、ことを、あの、なかなかできないですよね。一度は言い始めると。上辺で人を裁いている。印象で裁いている。だからパウロはこの後で2章の続きを見ると、えー 神は一人一人その行いに応じて報いられて、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが公平に神は裁かれる。エコひいきしない方だとこう言っているんですね。で私たち人間のひいきは、こんなに判断がちっぽけで上辺だけの判断だっていうことを忘れちゃうことなんです。わからないことをわからないままにして、 公平に裁かれる方に任せればいいものを、けんけんガクガクとずっと論じ合っているわけなんです。で神は、あえて人間に隠しておられるということもなさいます。新明期の29章の29節。隠されていることは私たちの神、主のものである。しかし、表されたことは 永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、それは私たちがこの見教えのすべての言葉を行うためである。私たちに与えられている、知らされていることを行うことが大事なんですね。行うことは大事で、神は隠しているということも行っておられるわけなんです。なのにそっちのことをけんけんガクガクと、O でない、A でないっていうん議論している、 ことが非常に多いんでですねで分からないことやっぱり多いから、不条理に見えることが理解できないことが非常に多いですね。もう本当にもう本当に日常的にありますよね。き、まあ、昨日も地震があって、えー、あれですよね、あの地震があって、あのー、母からすぐ電話ありました。本当怖かったって言ってるんですね。 でも震度を見ると、あ、なんで5だから、前よりちょっとね、震度でやっぱり、あのー、宮城の人にとっては震源が宮城県沖なので、あのー、やっぱり前、1か月前と変わらないかって、もっと大きく感じたそうですね。あの後で分かってきたんですけども。でね、10年後なんですよ、ちょうど。でしかもね、私は1日前に、2日前かな、えっと、今、あのー、コロナ。 のあれで感染急,急増してて、あの、独自の緊急事態宣言を出したばっかりなんです。泣きっ面ね、蜂じゃないけど、もう重なっちゃってるから、まあ、なんか心が泣いちゃうっていうか、疲れちゃうっていうか、折れちゃうっていうか、ね、まあ、思っちゃいますよ、なんで神様って。まあ、これ今すごく卑劣なね、もう昨日起こったことだから、もう話しちゃってるんですけども、本当にちっちゃなことで私たちは分からないことが、 しばしばあるわけですでも神様が正しい裁きを行われる身怒りの日には絶対に私たちはそうですよ神様あなたは正しいお方です真実な方ですと言うことのできるバッチグーバッチグーどころじゃないねパーフェクト完璧ね そのようにあの言うことのできる完全に私たちを満足させることのできる裁きだということを私たちは納得できるようなことを神様は行われます。これ、黙示録に書かれてまして、えー、地上において裁きが行われた後に天において大歓声が行われてあのヘンデルの「メサイヤ」の歌にもなっている歌詞にね「ハーレルイヤーヤ」ってとこですね。 でどう書いてるかってっ、ハレルヤ。救いと栄光と力は私たちの神のもの。神の裁きは真実で正しいからであると。真実で正しい。必ず言うことができる。なので私たちはこれは教えられてるんですよ。知っていることなんです。神は真実で正しいお方なんです。でこれを地上に当てはめる。つまり、行っていく。神を信頼して生きていく。わからないことが起こったときですね。 で、パウロは、怒りを自分のために蓄えているって言ったんです。だから悔い改めている者には、一切の罪を許して荒い清める用意をキリストは備えておられます。でも自分が正しいとして悔い改めを拒んでいると、罪はそのまま残って、正しい神のあ,あら、現れる、正しい裁きの現れる身怒りの日に、蓄えていくっていうことなんです。 えー、アブラハムが、えー、自分の子孫がエジプトに下って、400年の間奴隷になると、神様から前もって教えられたんです。ですね、で奴隷に、400年間奴隷の後に、必ず4代目の者たちですけれども、4代目の者たちが戻ってきて、この約束の地に戻ってくるよと、その前もって話してくれて、 でなんでそんな長いブランクなのかその長い期間ね神様はそうされるのかとこう約束の地にねあのから離れてしまうようなことをさせるのかっていうと創世紀の15章の16節にアモリ人の都が罪がその時までに満ちることがないからであるとこう言ってます吉和家を見るとそこにいるアモリ人とか カナン人が虐殺される、イスラエル人によって、戻ってきたイスラエル人によって虐殺される場面が続々と出てきます。で、こう、ここでつまずく人が多いんですね、セッションと。なんでそんなことを許すんだ、神はと。けれども、この前話しましたように、このアモリ人とかカナン人がしていることは、幼児犠牲とか、もうみだらなことが非常に豊かだったんですよ、ここの国も。あの、この彼らも。 あの結構僕ね、原住民とか先住民だと思ったんですよ。であのそして、イスラエルに行くとね、イスラエルに行くと、皆さんね、来年行く一応予定立ててますよねよかったら来てください。ねえ、まあ、ちょっとコロナで分かんないんだけど、行くとね、めちゃめちゃすごいね、文明化された都市だったんですよ。ハトルっていうとこ行ったらね、すっげえと思いました。で、豊かだったんだけど、非常に堕落していたんです。 堕落度合いがすごくて、家の中に柱、あの壁作ってね、こう柱の時に、幼児を入れて、骨を入れてるんですよ。そんなのわんさかわんさか出てくる。だから考古学者の方が逆に、この前話しましたが、なんで神はもっと早く彼らを滅ぼさなかったのかって。神は厳しい方なんですが、 忍耐深い方なんですよ400年待ってた満ちることはないって言ったんですそれでも逆に人間の方から見るとなんでこんな何もしてくれてないのっていう感じるぐらい彼らが悔い改めることを滅びることがないように待っておられたんですで 多くの場合、神の寛容とか、その忍耐深さを、えー、勘違いしてね。神は悪に対して何もしないと。あ、むしろ是認してると。何もないから、神は、えー、これ OK って言ってるんだっていうふうに思ってしまうんですね。けれども、神は罪を罰しないでいることは決してなさらない方だ。 つまりこれは、蓄えるっていう言葉に表れています。蓄える。で、主語が大事です。神が蓄えてるんじゃないですよ。自分自身で、自分のために蓄えてる。ここが大事ですね。ねお前これやったなはい、記録しました。はい、くっついてこっちやってね、はい、記録しました。で、これ大体いい行いの書っていうのがね、この目視録の二次章に書かれてるね。最後の審判的に開かれるって書いてるから、だいたいこんな感じだね,ね。はい、間違ったことやった。はい、記録。 そうじゃないんですよそうじゃない。ある意味で、はいはいはい、神様、はい、それはちょっと行いましょう。はい、はい、こうやって、はいやって、はいはい、もっとやっていそんぐらいの勢いですよ。神は願っておられない。けれども、自分のところに来ない、自分,自分がそれを拒んで、自分が積み上げてっているんだということなんですね。ねなので、 どうかですね悔い改めるということを考えるときに神に裁かれるからということではなくて神様が許そうと待っておられるからって考えてください慈悲深い方なんですいつでもお許しになろうとしておられる方なんです もう自分は許すことができないって思うぐらい多くのことをやっても自分が許せなくても神は許すんです全てをしかもよくね自分を許してくださいってね自分に優しくって言うじゃないですか、まあ、ある程度それはやっていくべきことかもしれないけど 不十分なんだよね自分は罰しなきゃいけないってみんな思ってるから自分じゃなくて神が許してくださってるんですこの素晴らしいお方に来てください拒んでどうするんですかということなんですねお祈りしましょう愛する手のお父様ありがとうございましたこのようにして私たちを許してくださる神であられること 遅すぎることはないこと。今近くにおられるときに、主を呼び求めようと、主に帰れと言ってくださる方であること、覚えます。主を、そしてその素晴らしさの中で生きていくときに、おのずと、あの不道徳の女のように、良い行いを行っていることができます。愛する主をこの恵みの中に入ることができて、そして神様の裁きが来るときには、 神に愛され、恵みを受けたということによって評価されるしもべでありますように、助けてください。お願いいたします。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン 全ての罪を許してくださったことを感謝いたしますあがめます罪にまみれたこの世を全部ご自身の体に受けてください私たちを初歩としてこの 天地そのもの。一新してください。ご自分のもとに一つにしてくださることを感謝いたします。その時は車で。私たちをまず贖いてくださったあなたを。を崇め、この地上で証しするものとして、聖霊の力によってここから1人一人を遣わしてください。 感すべて,ての栄光を開始したとイエス、キリストの皆によってお祈りを捧げいたします。